前回のリトルナイトメアツーは痛い痛いきつい、おて、あったあったあった、なになに、天井にいんだけど、なにあれ、なにあれ、あれがお医者さんな。おお、シックちゃん大胆に来たね今。何してんですか。お前何してんのシックちゃん。シックスちゃん、なんで おかしいだろ今の。ここから走ねば。でオッケー。ナイスナイス。いいぞ。立つ。オッケー。押してオッケー。え？ゴチで言ってる。ゴチで言ってる。まさか。まさかマジで。あ、マジよ。マジよ。シックスちゃんはそこでダウンを取っちゃダメ。たまにとんでもないことするよ。どうも皆さんこんにちは、リンクです。今回もリトルナイトメア2、パート4やっていこうかなと思います。前回は臨床専門科の医者かな、医者に捕まりそうになって逃げてきたってところで終わったですかね。あれ逃げてきたって言うんかな、最後焼着炉に入れちゃったんやけど、まあとにかくその逃げてきたエレベーター上がってきて次はここに行くってところで終わったんだっけな。じゃあ今回もパート3やっていこうと思います。前回はマジで怖かったな。人形最初襲ってくるわ。天井を這う医者に追いかけ回されるわ。マジで怖かった。ねえ、もう人形動かないよね。さすがに。もう人形動くとかやめてくれよ。また自販機あるじゃん。もう今度こそ飲みたい。なんか飲ませて。よし、もう今日はめっちゃどんどん乾いてるからさ。いっぱい欲しいと思ったけど、2個しか出てこないじゃん。2個しか出てこなかったぞ。まあいいや。よし、これ水筒に持っていこう。やっぱやねえな。これは自力でいけるのかな。これはいや、焼き肉と大丈夫やったら僕何考えてるんや。よし、シックスちゃん開けるぞ。せーの、ナイス、チームワーク。行きましょう。うわ、大雨だよ。うわぁ。これってさ、また奥です。あ、ですよね。ああ、もうさすがにやめよう。同じ失敗は。でもなんか下になんかいたよね、さっき。ちょ、降りろ。降り！ちょっと待っ！はしごに捕まれない。下に降りたいのにはしごに捕まれない。どうしよう。ああ、いけんね、いけんね。こういう小さいとこわかんねえんだよな、リトルナイトメアって。よし、ジャンプ。またこいつか。なんなんだ、これは。本当に。なんか集めたらいいことありそう。なんか全部集めたら景品くれそう。さあ、次はどこに行けばいいんだ、これは。靴があるな。こっちかな。こっちに行けば、あれかな。違うな。また自販機あるじゃん。自販機、飲み物ちょうだい。取ってねえじゃねえか。それにしてもさっきからなんかテレビ多くない？気のせいかな。なんかテレビが多い気がする。
この町なんか向こうと手前でなんか真っ二つに割れてない？何？何？なんか上から落ちてきたよ。大丈夫？なんか前回だっけ？前回か。前回もなんかあったけど、なんか服を放り出されてる結構多くない？前回もあったよ、そういうの。うー、また何？何が落ちてきてんの？なんじゃっち！あいつが襲ってくる可能性があるから逃げよう。何のとこれ？何この重点音。お、誰か引っかかってるよ、大丈夫？大丈夫だな、多分大丈夫だな、なさそうですね。うわ、なに？何？俺、僕に目もくれなかった。何？すごい落としたよ。大丈夫ですか？大丈夫？え？テレビが好きすぎるあまりに、テレビに突っ込んじゃった？あやや。じゃあ一点大丈夫かな、これは。オッケー、おお、怖っ。これなんか滑りそう。これは上まで行ってこっちに、なるほど。シュークルちゃん照らしてあげる。ほら大丈夫だよ。 OK。 そう、次はなんだ。何何これ照らした方がいいやつ、それとも照らしたらダメなやつ。大丈夫ですか？なんか君のテレビ見てるよね。めっちゃ雨漏りするやん。テレビには夢中やのに雨漏りにだけは絶対気を配る人たち、すごいな。これはあれかな。 OK、 シェイコちゃん僕も持ち上げてくれ。 OK、 部屋地ごま、んー、風呂入りながらテレビ見る、そんなに見たい？皆さんテレビがめちゃくちゃ好きなんでしょうね。おお、これは、おお、シックスちゃんいつも大胆ですね。ここに乗って、はい、オッケー。これは、あー、そっちか。はい、おお、危ねえ。でこれでレバーを下ろして上に上がって、何が待ってるんですか？閉まった扉が待ってた。あれ、これはもしかしたら途中なんかどっか下があるからそっちに飛び移るとか、こんな感じね。あー、正解っぽい。なるほど、ここに入って、はいはいはい、登ってののあー、反対に移るのね。何？あ、シックスちゃんがエレベーター動かしたのかな。ああ、そうだ。あれ、でも鍵ないな。鍵がない。どうしよう。こっちかな。あ、こっちだわ。これじゃね？違うと。何の写真、何の写真飾ってんの、これ。絵か。何この人みたいな絵。これなんか次のボスに出てきそう。ここにあるとこ、あーですよね。取って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 、はい、オッケー。鍵をゲット。鍵を発見。さあ、これはさあ、まず鍵を開ける前に、締めの、か、
締めのにはやっぱ今思いつかんからもういいわ。OK。で、これで次はこっち違うな。もう一回上に行くとか、もう一回上に行くとか、あ、もしかして。あれ何のレバー、あ、これ違う、下ろしちゃったけどなんか違うこれ。どういうこと、これは違うな。待て、これでもう一回上からなんか来るとかは、あー、ないっぽいわ。あ、このレバーはあれか。あ、わかった。あ、なるほどね。はい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 、そういう意味ね。だからずっとシクちゃんいたのか。なんか持ってレースでなんか後ろにあると思ったわ。なんかこれ意味ありげになんかここに箱が置いてあったからさ。また君か。これで今日は二人目だ。何これ、瓶を吊るしてる。なんか一つ瓶じゃないようなもんが あるんだけど、気のせいかな。なんかあれだけおかしいな。なんか慣れたら、慣れてぶつけたらなんかあるんじゃね。なさそうやな。こっちかな、こっちに行って、おお、屋根の上かなこれは。何なのと、あれなんか絶対意味あるよね、絶対あれなんか意味あるよね。ほい、危ない、シクちゃん。 OK。 でこれはこっちにか、こっちに登るのかな。なんかこのなんか網みたいな壁、前作にもあったような気がする。こう、次はあれ、これはなるほど。あ、でこのハンガーをこっちにやって、で今度はシクシちゃんを向こうにやると。なるほどなるほど。で僕はどうすんの、僕はどうすんの、どうすんの、僕はいけないよ。また嘘でしょ、絶対無理だってそれ、絶対無理だってそれ。行くぞ、行きます、行け、行けたわ。モノ君こういう時だってジャンプ力が上がるの、なんで何、信じてるから、打ち止めてくれると。これが信用、これが信頼の、信頼の力、信用の力、もういいや。ほで下ろして登る、で次は、あ、また登るのかな。そこ登るってなんか普通にすごいね。絶対なんか普通に考えたらそういうポールってなんか雨だから濡れてなんか滑りそうやのに。お邪魔します、何がいます、大丈夫、なんかあのなんかすごい死んでるけど、これ絶対落ちるな、これ絶対なんか落ちそう、床に絶対落ちるでしょこれ、絶対寝てるよね、寝てるな、寝てたらな。寝てるな。押すのか、待って押すのこれ、頼む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 、おちょ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 、走れ走れ走れ、やばい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 、何回も落ちて、なんでチックしたのそんな足速いの。あ、え、あ、え、え、嘘。
いぞ。あ、はい、一気だ。今死んだかと思った。あ、ライトが。ああ、そんな。短い命だった。あ、シルクさん大丈夫？あ、ライトはもうダメなのか。ダメだった。大丈夫、今助けてあげる。せーの。OK。ねえ、その向こうの見つめ合い。まさか、モノ君とシックスちゃん、そういう関係。さあ、行こう。この壊れた懐中電灯を持って、待ってくるんやけど。ああ、明かりが欲しい。日焼けごま。まあ、ライトがいらないってことは、もう暗い場所はないってことかな。あの帽子かぶった、あの絵、絶対なんか意味ありそうだな。絶対なんか意味あるぞ、あれ。しかもなんかここに来てから音楽がでかい。音楽がなんかでかくなってる。絶対なんか意味あるな、これ。怖いから靴元。あ、これはまた、あれか。テレビのやつか。ってことはもう次で扉の向こう行けんじゃね？さあ、みんなにお披露目しよう。僕の、ヒリ、チャンネル合わせ。あ、待って、待って、あ、こっちか。間違えて、右のスティックでやってしまったな。これで、はい、って、あーい。難しいな、これ。あれ？出る出る、行け！よし。さあ、これで扉の向こうに何があるのか見えるぞ。待ちに待った対面の瞬間。対面なんかな？なんかおるんかな？何が待ってんの？さあ、その扉を開けるぞ。あー、待って、大ちゃんとか見せた。待って、開け、ごま。あ、開いた？開いて、開いて。あ、おちょ、おちょ、おちょ。さあ、何がいる？あれ、これ、さっきのあの、絵のやつじゃね？絵のやつじゃん、これ。え、やばくない？これ。絶対やばいじゃん。やべえ、あいつがおったんか。待って、え？ちょ待って。来てるよ、来てる。まさかあいつテレビから出てくるとかないよね。そんな魔法的な、そんな貞子的な、あるの？そんなの。待って、やばい。待って、捕まったら絶対やばい。あれは絶対捕まったらやばい。あ、でもあいつ歩きだから多分、スピードはそんなに遅くない。あ、速くない。多分こっちかな。こっちに行って、こっちか。え、シルクちゃん、そこやばくない？こっちでしょ。すぐこっち。シルクちゃん、こっち来て。今ならまだ間に合う。今なら間に合う。モノ君、手を取るんだ。早く。あー、モノ君、あ、顔を先ほどじゃダメ。あー、マジ、え、マジで？連れて行かれちゃった。マジか。あれ？なんか、シックスのブラックバージョンみたいなんだけど。あれ、消えた。おい、モノ、そこは男を見せろよ。とりあえず、まずは助けに行かないと。マジか。また一人ぼっちだ。なんでいつも僕は一人ぼっちになるんだ。世の中は僕に厳しい。あ、この人って僕が今度は逆貞子すんのか。行くぜ。
テレビの世界へ。ゴー。おお、何これ。といいところですが、今回はここまでにさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、あとTwitterのフォローをお願いします。では以上、リンクと挨拶担当のゼルダでした。バイバイ。